森川と鈴木健太郎です。イエーイ。さあ本日は本日引き続き、はい、カフェからお届けしてます。Uber Eats で注文できるよ。たっぷりクレマのエスプレッソコーヒー&ティーリミックスです。めっちゃ宣伝したね今。すいません、仕事中なの。 Uber Eats の、あのなったら私抜けますんで、そしたら源太郎さんに音楽的なトークをしていただこうと思っております。さあ本日は、はい、コッシュニエさんの夢を見せてですね、はい、これね、こう芸術性の高さからですね、私コシュニエさん非常に尊敬しておりまして、このあのなんだろうね、できれば深夜に聞きたい感じもあるんですが、まあ うん、そのニュアンスのこの曲ちょっとぜひ聴いてみましょう。はい、ギターが置いてあるの固定で。柔らかいまぶたが。このっていうすごいですね。柔らかい感じと、これまあ最後まで聞くと、うん、この柔らかい感じとのこの対比みたいなところがまたこうちょっとね、強弱としてこう出るじゃないですか。はい、だからまあそこの一番イントロダクションだよね。こんなにさ、はい、あのウィスパーな感じで、綺麗に歌い続けるって結構大変じゃん。ああ大変だね。うん、強く出す方が楽だったりするので、歌う時ってこうニュアンスをだから一言一言ものすごくこう大事に大事に歌うっていう感じでこう意識しないとこういう風にならないよね。離せて離れないの。ノリ出てますね。ノリ出る。うん。ポッポッが。ポッポッ。ポッポッ。ポッポがこうあの、うん、いい感じでこう、うん、リズムがこう、はい、グルーヴ感が出るわけですね、これ。うん、そう、みんなグルーヴがあるからね。そうだね。でも笑えた鮮やかで。うわあ、もうメロでたまんない本当。っていうね。もうサビの中のさ、うん、景色が本当、なんていうの。なんていうんだろうな。ピアノとかもじゃーんじゃーんじゃなくて、なんかね、普天でなんかこう歌と違うリズムで入ってるし、そうだね。でもベースも泣いてれば、ストリングスももちろん綺麗なんですけど、そう、あのね、曲に合わせて楽器が泣いてるんだよね。だから多分ね、これね、泣ける曲なんだと思うね。で最後にさ、サビの終わりにさ、ドラムのキメが、ツタッタツタッタッツタッタツタッタの後、2拍ぐらいさ、すごい間があるじゃん。はい、うわー、また、あー、これ締められて、あ、なんか取り残されて、なんかこの空間、あー、ちょっともう切ない気持ちがどんどんこう高まってしまうみたいな。そうねー、これ夜一人で聴いててごらん、泣けるよそんな何もしないような声を思い出してとかって、あるよ、あるよ、ある、みんなあるよない人もありもしない声を思い出して、切なくなるみたいなね。この感じなんですよ、この、あのコシュニエらしさみたいなものが、この芸術点の高さにありまして、芸術点なんつうかこう、あの芸術点 9.9 みたいな感じの、あの、なんだろう、こう、やっぱこう、なんかバラードなんだけど、うん、でリズムもちゃんとこう刻んでって現代風なのに、急にまたこうなんかフッって一旦またクラシックに戻ってみたいな、こういうこうあの現代的なのとクラシックとこうなんか行ったり来たりするこの、そうなのね、このジェットコースター感が、非日常感がさ、いやこうさっきね、夜中とかってね言ってくれたけど、これがあの日常の街の中にで聞いた時に、そこの景色を非日常に変えてくれるのもコシュニエさんらしさだよね、っていうことだね。毎回思うけど、あなた夢を見せて、ハイハットね、
あの源ちゃんは何を刻んでるか分からなかった方もいらっしゃると思うんですけどハイハットの刻みを感じてるんですよ。細かい技が小技がこう効いたこのハイハットもね、とやらしい方ですよ。いい意味なんですよ。やっぱ腰見えだったって感じ。腰見えだーっていうサウンドが生まれましたね、うん、ちゃんと2小節あったからね、ギターのところまで行くのにね、うん、あ、そうだね。ってだからね、ちょっと1回ぐらいはリハーサルされてると思うんですけど、はい、ここいいよー、ここはいいよー、すごったポンのキラーンってくるみたいな、もう感情だから、ほらもうあの、ん、あれ私あれ好きだったっけ、彼のことが好きだ、やっぱり好きみたいな、この感じ、この迷いと切なさとこうね、はい、強弱で大事ですね、はい、元太郎さん、新規注文だね。やめてください。任せた。はい。ということで、腰姉さんの間の使い方、うん、がすごいっていうのをね、改めて感じまくりました。いろんな音がしてすみません。ということで、うん、こんな感じの、まあ少し、あの、自分たちの好みも含めた楽曲も、リラクションしながら引き続きいろいろとみんなと聞き入っていきたいと思いますんで、今日はありがとうございました。はい、バナナマッツナッツバフィン焼きます。じゃあねー。チャンネル登録よろしくお願いします。